皆さん、こんにちは。山根鶴見です。いかがお過ごしですか？自粛生活が長くなって体がなまってきたよって方もたくさんいらっしゃいますよね。外はとってもいい気候なんですけれども、この時期は最低限の、外出に控えて自粛してみんなで頑張ろうねという、そんな時ですよね。今日はね、普段は着物ですけれども T シャツを着て皆さんと一緒にラジオ体操をして、こう少しでも体をほぐして元気になろうねという、そんな企画ですから、元気に皆さんご一緒にラジオ体操してくださいね。それでは行きます。少しずつ動いていなかった体の部分が目を覚まして、あったかくなってきたぞっていう感じがしますね。間違えた。いろんなところが、使ってなかったな、伸びてるなって感じます。あと少しで終わりますが、汗をかいてきました。やっぱりマスクを必要な生活ですし、こういう風に気温が上がってくると熱中症の対策も、大事になりそうですよ。ラジオ体操したらぜひ皆さん、しっかりお水、お酒じゃなくてお水ですよ、お水をしっかり飲んでね、熱中症の対策もされてください。そんなわけで、しばらく髪が飛んじゃった。しばらくはこういう生活が皆さんも続くと思いますが、きっと元気に皆さんとまたどこかでお会いできることを夢見て、私も頑張ります。どうぞ皆さん元気にお過ごしくださいね。またお会いしましょう。山口留美でした。バイバイ。